ソケット939は AMD が2004年6月にアスロン64プロセッサ向けのソケット754の後継として発表した CPU ソケットである。ソケット939は2006年5月にソケット AM2 に置き換えられた。ソケット939は AMD の AMD64 シリーズのプロセッサのために設計された2番目のソケットである。 ソケット939は2004年6月に手に入るようになり、2006年5月にソケット AM2 に置き換えられた。AMD は現行と将来のプラットフォームに焦点を絞るため、このソケットの製造を縮小している。ソケット939向けにシングルコア、デュアルコアの両方のプロセッサがアスロン64、アスロン 64FX。 アスロン6 4 x にセンプラン、アプタランの名前で製造された。アプタラン185と、アスロン 64FX-60 は、2.6GHz のクロック速度と、コアごとに 1MB の L にキャッシュを搭載し、ソケット939向けに製造された最速の、デュアルコアプロセッサである。FX-57 は 2.8GHz を、 わずかに上回る速度で動作し、ソケット939で動作する最速のシングルコアプロセッサである。ソケット939はデュアルチャンネルの DDR スタラムをサポートし、メモリ帯域は 6.4GBS である。ソケット939向けのプロセッサは3なお、SSE2 と SSE3 の命令 Z をサポートする。 ソケット939は16ビット幅のハイパートラポートを一つ有し、最高 2000MTS で動作する。このソケットを使用するプロセッサは、それぞれ6 4イトの L1 インストラクションデータキャッシュを持ち、2 5 6イト、5 1 2イト、または1メガバイトの L2 キャッシュを持つ。ソケット939の市場流通が、 終了してから2年以上が経過した2009年10月、本来ソケット AM3 用としてリリースされている最新のチップセットである AMD785G を搭載するソケット939用マザーボードが ASRock より発売された。AMD785G は AMD780G をダークテックス10.1に対応させたもので、グラフィック統合チップながら、 高いグラフィック性能を持っている。アスロン64以降ではメモリコントローラを CPU 側に持つためメモリこそ DDR スタラムのデュアルチャンネルで処理能力も CPU なりとなるがサウスブリッジにも新しい AMD SB710 を搭載することで RAID に対応した SATA や ESATA、PCI Express、HDCP に対応した DVI。 HDMI 7.1CH Audio Gigabit Ethernet などをサポートしており、マルチメディア対応のリビング PC やネットワークを介したホームサーバにソケット 939CPU を活かすことができる。ありがとうございます。